うーわちゃん、マーロン、うーみちゃんみんな出てきた。お腹空いてる。うん、今日はね、もう雨が降ってから餌やりさえおらんと思う。うん、クロちゃん、これほら、最近おるやつ。これこれね、来たやつね。うん、もう野良になったのかな、帰りきらんとかな。どうなんだろうか。でもまあ、飼い残りはあったんだろうね。うん、慣れそうですもんね。うん、慣れてる慣れてる。クロちゃん、うちの孫がこれ抱っこしたもん。本当？うん、喜んで。うん、やっぱりだから飼い猫よね。飼い猫だには間違いないだろう。でも全然帰らんもんね。家あるのかな。ごめんね。うん、クロちゃん食べり。うん、一人や遠慮しよったね。本当家あるかな。ねえ、でももうね、2週間以上前からおる。おるよね、よく見る、見かけるもん。はっちゃん食べり。この人はね、はっちゃんね、食べりより先に抱っこやん。はち。先、これお母さん、ね、先にね、子供が食べてか最後にね、自分食べると食べると、うん、ね、はっちゃん利口さんやんね。はっちゃん、こんなに可愛いのに誰も保護してくれないんだねね、うん、誰か保護すればいいのにと思うけど、そういう私もしないけど、うん、そうそう、もうね、野良やけんね、もうここでみんながね、可愛がり受けん、癒しでいいかも、うんうん、赤ちゃんの時やったらいいけど、ほら大きくなってやったら、うん、この外でに出たらね、うん、危ないもんね、うん、ねえ、すごい食べる。だから今日はオランちゃんね、何何みんな待っとるかもしれない。いや、だけどね、餌が足りるかわからんとよ。結構な量持ってきたけど、まだね、今車からね、あと2袋ちっちゃいのパックのやつ持ってきた、うん、持ってきた。これだから、これだけしかない。あの、いつものおじちゃんぐらいしか見かけんかった。あのおじちゃんおっしゃったです？うん、おっちゃった。本当？おじちゃんおった。